こんばんは、デーブ大久保です。遅い時間になりましたけども、衝撃的なまたニュースが入ってきて、ジャイアンツの新外国人のオドア選手が退団するという、もう開幕もすぐでありながら退団するということで、まあ正直ね、皆さんももうネットで皆さん分かってるように、正直我々もそのまずネットのニュースからどうなってんだってことで、こういろんなこと取材をかけてみるんですけども、まああの安倍監督も自分の口からではなくてね、球団からの発表で皆さんに分かってもらうというかね、ご理解いただくみたいなことを言うぐらい、実はもう大変衝撃的な、おーってこの開幕の本当に1週間もないのに、なんだっていう、何が起きちゃったのっていうぐらい、一大事であることはもう正直間違いないです。でまああのネットにも出てますけれども、まあそのアメリカでも日本っていうののまたこの野球界の捉え方ってもちろん違いますし、プライドというもの、自分がやってきたものっていうのが曲げれるもの曲げれないものっていうのももちろんみんなある、ますけども、まあ、アメリカで本来で言うと、もうマイナーを経験してない選手っていうのはもうほとんどいないんですね。昔ヤクルトにボブ・ホーナーという選手が来て、もういきなりホームランをカンカンカンって打ったっていうボブ・ホーナーだとか、本当にこう数える程度って言われた、当時マイナー経験がなくてもメジャーでずっとやってたっていう選手っていう選手ってね、まあ本当に数える程度なんですね。どの選手もマイナーから鍛えられる。もうアメリカなんかは、まあ、みんなそうやって、ね、マイナーを経験する、中で言うと話はなくなりましたけど、オドア選手っていうのはね、取材してる中で言うとマイナー経験がほとんどないっていう話をね、する方がいて、その選手がですよ、まあやっぱりトップリーグっていうのはやっぱりまあまだまだアメリカの MLB というメジャーリーグベースボールですよね。正直もうこれはもうまだ日本というリーグがね、だいぶ WBC で勝ったりしてますけども、じゃあ140試合150試合やった時に、メジャーリーグで勝てるのかっていうと、やっぱまだまだそこの力パワーには追いついてないっていうのが正直なところで、っていう中で言うと、オドア選手、日本人の我々の感覚で言うと、日本のピッチャーをね、まだまだそんな立ってないですよね。大谷選手が50打席欲しいって言った中には、そのピッチングマシンでこう打撃練習の中で本当に回転するから、なんかその相手ピッチャーのことをね、もう本当に何千万もする機会でやるとも打席に入るっていう中で、オープン戦のピッチャーでも50いってなくても、そこのマシンで50全部合わせて50っていう打席でなんとか開幕を迎えたいんだっていうのは言ってるぐらいですけれども、これはもうホームランをね取ってる人だったりですけど、そのオドア選手が日本に来て、やっぱりその日本の我々の感覚で言うと、やっぱり日本のピッチャーってのはもうとにかくその攻めていかないって、アメリカの中はアメリカストライクゾーンでどんどん攻めて勝負をするっていうことがあるんですね。そのやっぱり出し入れとか、ストライクゾーンの出し入れとかっていうよりも、ストライクゾーンの強さで落差、そして奥行き、まあ、チェンジアップで縦のカーブ使って、まあそういうものを使うんですけども、日本の場合はもうとにかく、オドア選手が調子良ければボール球を放って、それ振ってくれれば、儲けもでボール球を振るということは、なかなかヒットになる確率っていうのも上がってこないんでね、そこを我々は持久戦のように待つっていう、のが日本のスタイルなんでね。やっぱり安倍監督以下、打撃コーチ首脳陣っていうのはもう日本ヘッドもね、ファームに降格とかいう意味ではなくてね、もうちょっと、開幕して、オドア選手がもっと悩んで、チームもこう、まあ、低迷するオドア選手も悩んで深みにはまるよりも、もっと打席を立つ、成績が出ないとね、やっぱ勝ちには行きたいんで、慣れてないという判断の中でね、日本のピッチャーね、まだオドア選手が慣れてないという判断の中で、スタメンで使って深みにはまってしまうよりは、日本のピッチャー慣れて、そしてもう打席数をこなして、で、感覚、日本のピッチャーってこういう攻め方をするんだっていうのを体感してから、一軍に上がってきてくれるのがもうもちろんベストだっていう判断は、これはもう大正解ですね。本当に。ただその中で一番はもうオドア選手のプライドですよね。やっぱり自分がアメリカっていうね、トップリーグ、イチロー選手が、
このオールスターってアメリカのオールスターがオールスターですっていうようなね、リーグでやってて、ほとんどマイナー落ちがないという、なんだ、一回も落ちてないんじゃないかって情報があるんですけども、そうやってやってきた選手が、やっぱり自分たちよりは、ちょっとまだ、まだそこのレベルに来てないという思っている日本のリーグの中でね、二軍で調整してこいっていうのが二軍落ちっていうマイナーリーグに行ってこいって言われたように、取ってしまったんだなっていう、実際はそうなんですよ。マイナーに落ちるっていうことなんだけど、いやね、これはもう本当に難しい話でも何でもなくて、本当に、どんどん打席数をこなしてくれて、大谷さんはもう大谷選手はね、もう何年もアメリカにいて、で、しかも結果を出してんで、50打席だけども、大谷選手は日本のオープン戦で結果がなかなか出てないって。とにかく、基本的にアメリカ人のバッターが日本に来た時には、打てない、落ちてろというよりも、オープン戦では打たそうとするんですね。で、どこが打つのかって分かれば打てないところが出てくるんで、抑えちゃうとどこが打つかちょっとぼやけるよりも、打たれちゃって、打てないところを探していくっていう状態の中でありながら結果が出ないということはね、やっぱりいきなりスタートダッシュをかけたいっていう、やっぱりこの2年間 B クラスにいたチームはね、阿部監督、新監督のもとね、スタートダッシュをかけようっていう中においては、小川選手が結果が出しにくいっていうところでね、打席数を増やせっていう、この本当にこれも大正解な意見と、ね、小川選手のプライド、これも大正解だと思います。やっぱり、やっぱりメジャーでね、阪神も多い選手ですけど、やっぱホームラン打ってるわけですから、その選手がじゃあもうここで前直ちということをね、宣言されるんであれば、私はこのリーグにはいたくないんだと。本当に、そこだけ譲れないっていうのも、これもね、正解です。やっぱり生活圏をなくしても、そこで、お給料いりませんってことになるわけですから。ただ、ここで言えるのは、やっぱ巨人軍がこの開幕ちょっと前に、ね、なって、こういう、まあ、第一大事ですよ。新開国人を調査して、そして取って、反復から、オープン戦からやって、開幕のこの寸前にね、小川選手が、退団っていうね、もうびっくりするような、ことが起きてしまったんでね、ここをね、これも、まあ、試練ですけれども、阿部新監督が、日本海ヘッドコーチとこの二人でね、首脳陣をまとめて選手にしっかり、動揺しないようなね、ことを伝えて、スタートダッシュ、阪神戦にね、向けて落ち着いた状態でオーダーを組んでいけるような、そして落ち着いた状態で士気を上げるような、ことができるのも、これもね、試練です。まあ、安倍監督ならできますんで、ぜひ皆さんも、このね、巨人軍のね、ファンの方々は非常に不安でしょうけれども、ここもね、僕も不安です、正直。そういうことがあったっていうことは不安だけれども、ぜひ、ここで乗り越える伝統の巨人軍っていうのをね、そこから見せてほしいと思って、今日は、急遽ですけれども、また YouTube 上げさせてもらいました。デーブ大久保チャンネルです。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。